たこれさ、あの大学職員のさ試験に来てるんだよ。これ大学職員 の採用試験で、一次試験でさ、今俺筆記試験やってんで、公務員の問題でしちゃった。判断推理とかさ、教養推理とか、あるやん、文章理解とか、ああいう感じのが出て、あれがね、いきなり2時間あったんね。もうそれで、大学職員は、ね、普通の公務員のとはちょっと企画が違うもんね。2時間で終わったんだけど、ちょっとあれ落ちたな、俺。普通にさ、ちょっと寝ちゃってやんね。普通にさ、タクシーがさ、俺夜勤であってさ、昨日。それの延長線で寝ずに来とるやんね、俺。でもね、別に、会社、タクシーを休まずに来れたんだけど、ちょうど、今から、これテスト終わっても、タクシーが始まる前にちょうど帰れるやんね。で、タクシーが終わったちょうど後に始まったやんね。で、これさ、ベラボーにね、受験者数がベラボーに多い。大学職員ってね、結構ね、俺みたいなやつが結構多いらしくて、そのちょっと人生積んだれ、大卒なんだけど、ちょっと3時ぐらいまで転々として、人生積んだようなやつが受けて、で、そこで救われると。でも俺、今のでもう終わったわ。数学とか判断推理とかもう全然わからなかった。久しぶりにやってさ、全然勉強せんかったもんね。ただね、2、3ヶ月前に勉強しとったんだよ、俺。2、3ヶ月前に勉強しとってさ、判断推理とか。でもさ、この最近全然しなくて、もう一か八かできたらさ、ただね、問題を解く順番は間違ってなかった。あれね、数学とかね、数学系はね、もう考えてね、分からんけどね、ちょっと粘っちゃうもんでね、それ変に時間 取れちゃうよね。時間食っちゃって、で、俺最後の最後に判断推理解いたんだけど。Thank you.